はい、こんにちは。今回は Ubuntu 19.10 日本語リミックス版が11月1日に出ましたので、本家との違い、こちらの方を解説させていただこうかと思います。こちらが Ubuntu Japanese Team のホームページになります。ここの日本語環境のタブをクリックしてください。するとですね、本家との違いが書かれてあります。大きく 1,2,3,3 つぐらいですかね。1つ目がですね、文字エンコーディングということで、 Ubuntu の本家の方は UTF-8 が標準的な文字エンコーディングとして使われていますということなんですけども、日本語の文字エンコーディングとしては Shift-ISO2022JP EUC JP も広く用いられてきましたと。で、こちらの文字エンコーディングの方が用途によって事実上の標準となっていますと書いてありますので、日本語の文字化けとかをですね、できるだけ抑えた形にしてありますと書いてあります。次にデスクトップ ISO イメージの日本語のサポートということで、 ISO イメージをダウンロードして USB でインストーラーを作成して起動した時にすでに日本語の環境が整ってますと書いてあります。本家の方ではですね、ちょっと一部英語表記になっていたり、そのままでは日本語入力ができない状態になっています。そしてジャパニーズチームによる追加パッケージの利用方法ということで、日本語のジャパニーズチームのリポジトリが追加されてますと書いてあります。これが本家との違いですね。ちょっと具体的に見ていきます。はい、こちら Ubuntu 19.10 の本家の方、日本語リミックスバージョンではない方を起動した状態です。こちらの状態で、日本語の状態を見てみると、起動時に日本語を選択してますので、一部ですね、日本語表記できています。はい、ところがですね、 Firefox とかを見ますとメニューは英語のままです。 LibreOffice などでもこういう風に英語のパッケージが入っている状態です。はい、では日本語入力の方はどうでしょうか。そうですね、モズクが入っているんですけれども、日本語入力することができません。もちろんですね、 Ubuntu 19.10 インストールする過程で、日本語に必要なソフトウェアとかフォントとかをダウンロードしながらインストールしてくれますので、インストールしてしまえば、ちゃんと初期状態から日本語入力できます。で、パッケージもですね、日本語表記のパッケージが入っています。ですが、インストールする前にどのようなOS かを確認したい場合、一部が日本語入力されてませんので、完全にですね、インストール後の状態を確認することはできません。一方でこちらは Ubuntu 19.10 の日本語リミックスバージョンです。 Firefox を開きますと、はい、日本語のメニュー表記になってますね。 LibreOffice、 こちらも日本語のメニューになっています。はい、では日本語入力を見ていきますね。はい、日本語入力がライブ環境でできます。インストーラーの段階で日本語入力ができます。日本語入力の切り替えはですね、Windows のキーとスペースを同時押し、これでモズクに合わせてください。これで半角全角でローマ字と日本語を、ひらがなを切り替えることができます。ですので、インストール前に日本語環境がどのようにインストールされるのかっていうのを確認したい場合は、日本語リミックスバージョンを試していただくのが良いかと思います。はい、こちらが Ubuntu 19.10 日本語リミックス版、インストール後に起動した状態です。はい、本家との違いなんですけれども、ここですね、ジャパニーズチームによる追加パッケージの利用方法って書いてある通り、ジャパニーズチームによって日本語リミックス版はリポジトリが登録されています。リポジトリというのは、
パッケージの保管場所等を考えてください。実際に見ていきます。メニューから、ソフトウェアの更新、これで設定のところを押してみます。Ubuntu のソフトウェア、他のソフトウェア、これですね。ここの箇所が Ubuntu のジャパニーズチームの追加パッケージ、こちらのリポジトリになります。これがあることで、日本語で何か不具合とかあったら素早く対応してくれるみたいです。もちろんですね、既存の Ubuntu、 本家の Ubuntu にこちらのリポジトリを追加することができます。 19.10 の場合、こちらのコマンドを打つことでジャパニーズチームのリポジトリを追加登録することができますので、わざわざ、日本語リミックス版をインストールし直す必要はなくって、本家のものから追加することができます。はい、いかがでしたでしょうか。Ubuntu 19.10 日本語リミックス版。こちらは本家と比較して初期インストールされているパッケージや操作感に違いはありません。ですが、文字エンコーディングや日本語の追加リポジトリ、こちらが登録されていることによって素早く日本語の問題に対応してくれます。あと、ライブ USB の状態で日本語環境が整っていますので、インストールする前に日本語環境がどのような感じになるかっていうのを確かめることができるのも利点の一つです。大抵、本家がリリースされてから2、3週間後にリリースされますので、こちらの方を覚えていただければ、早く使うために本家を使うのか、それとも日本語環境が整ったものを使うのか、選択肢が広がると思いますので、覚えていただければ良いかと思います。はい、今回の動画はこちらの方で終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。